今回は、前回の続編としまして、セルの結合を使わずに縦書きの文字列を垂直中央に配置する方法をご紹介いたします。前回は、セルの結合を使わずに横書き文字列を中央に配置する方法をご紹介いたしました。前回の復習です。範囲選択して、配置の下向き矢印をクリックしましょう。 配置タブが選択されていることを確認して、横位置を展開しましょう。選択範囲内で中央、こちらを選択して OK をクリックしましょう。というのが前回の復習です。今の選択範囲内で中央の設定は、縦書きの文字列には使えませんので、縦書きの場合はテキストボックスを使います。では実践していきます。 挿入タブを選択してテキストボックスの下向き矢印をクリックしましょう縦書きテキストボックスを選択しましょう Alt キーを押しながらドラッグしますとセル状にぴったりと配置させることができます文字入力しましょう図形の書式タブを選択して図形の枠線を黒にしましょう 太さは0.25にしましょう。文字は水平方向も垂直方向も中央に配置します。ホームタブを選択して中央揃えをクリックしましょう。上下中央揃えもクリックしましょう。あとはコントロールと Alt を押しながらテキストボックスを下にコピーしましょう。 マウスポインターがこの形の時に、オルトとコントロールを押しながら、下にドラッグしましょう。文字を入れ替えます。最後に塗りつぶしの色を変更しましょう。 今回はセルの結合を使わずに縦書き文字列を中央に配置する方法をご紹介いたしました。